こんにちは。今ここ実はテントの中なんですけど、グランピングたるものをしてたんですよ。グランピングってバーベキューをしながらこういうところで休みながらやるみたいな感じのイメージなんですけど、まあ今音入ってんのかな、外大雨いやもうグランピングはね、まあバーベキューはしたんですけど、もう今大雨でテントの中に避難してきました。あ、ガッチャード放送されましたね、はい、仮面ライダーガッチャード1話、はい、見ました見ました。いつも仮面ライダーの1話って大抵見るんですけど、ガッチャードだけはなんかちょっとこう特別な思いで見たというか、こうすごい懐かしさも感じつつ、まずはその冒頭5分が、まあ、すごいチャレンジングな CG をたくさんしてるんで、あれで一気に今までの仮面ライダー、毎年やってる仮面ライダーとも世界観が違うんだぞっていう5分間でしたね。最初学生の話なんですけど、多分高校生、まあ、主人公もちろん男の高校生で、多分ヒロインがやっぱ女学生みたいな感じで同じ学校に通ってるっていう感じなんですけど、あ、ネタバレしていいのこれ、まあいいか。やっぱ主人公は仮面ライダーでもよくいる、よくいるって言ったらあれだけど、もう異次元タイプ、もうそんなやついねえやろぐらいな感じの主人公でも、そういうやっぱこう癖のある主人公の方がある種見てて面白いというか、こう普通なんか役者ってさ、普通のこうナチュラルな芝居を最終的にやっぱこう求めていく傾向にあるけど、ナチュラルな芝居って、まあ、もちろんすごいことなんだけど、感情移入とかしやすいんだけど、ちょっとこうキャラクター性としては面白みに欠けることが、まあ、多い中で、あ、こういうちょっと異次元なキャラクターを作ってきましたかっていうので、またその彼がその中でのナチュラルを見るのが、あ、まあ楽しみになるような、そんな主人公でしたね。そう、初見の印象さ、仮面ライダーの初見ってなんかこれね、仮面ライダー界隈であるんだけど、第一印象がかっこいいとダメっていう、なんかね、なんかそれがあるの、風潮が。だからなんかこういかにもうこれはないだろうっていうのからちょっとこう好きにさせるかみたいな、なんかそういう幅が、嫌いが好きになった時の愛ってものすごいから、おそらくそれを狙ってるのかなっていう気がしたんだけど、今回のガチャのね、見た目かっこいいわけですよ、最初の。だからどうすんだろうなと思ったら、なんかこう最初からかっこいいやつになるんじゃなくて、なんかね、最初ね、めちゃめちゃかっこ悪いって言ったらあれだけど、絶対でも狙ってると思うんだよ、制作陣は。もうめちゃくちゃかっこ悪い、なんかバッタの形のやつにして、これが仮面ライダーだとか言ってるわけよ。で、一回こう下げてるんだよね、こうかっこ悪いって思わせるっていう、あ、今回は外見がかっこいいから、もういかにかっこ悪く最初するかっていうのをちょっとこう狙ってきたのかなとか、なんかちょっとそういう意図を感じつつも、バッタっていうところが原点回帰な感じを感じて、まあおそらく多分、まあ、令和になって一番、まあ、最初の仮面ライダーではないけど、また原点回帰というところでこうバッタにしてんのかなっていうふうになんか思ったりはこうしましたね。でね、今回のね、こうライダーのガチャードの変身がですよ、カードで変身するやつなんですよ。カードで変身といったら、ディケイドもカードで変身するから、どう来るかなってこう、どんな変身するのかなって思ったんですよ。だからディケイドの場合はこうカードのまず表面をこう見せて、で変身って言ってこう裏面見せて、でこうバックルドライバーの中にこうカード入れて変身するんですけど、ガッチャードは多分ね、2つを合わせるみたいな、カード2枚使って1つみたいな感じなんですよ。変身の仕方がこう1個カード見せて裏返して、もう1個カード見せて裏返して、ドライバーの中に入れて
変身みたいな、すごい親近感湧きましたね。あれ彼ね、僕もねディケードの最初の変身時はカードをこう縦にしてたの、縦にしてた、確かに縦にしてた。で裏も見せて入れてたけど、そのうちねこうちょっと斜めになってくるんじゃない、こうこういう感じとか、そのうちこういうこととかしてくるんじゃないかな、硬さが見てくる。そうそうそう、最初はもうまっすぐもう90度へこう垂直にみたいな、垂直垂直変身みたいな感じだったけど、まあ、だんだんちょっとこうアレンジ加わってくるんじゃないかな、寄ってこっちに寄ってくるんじゃないか俺カード2枚入れるみたいな感じになるんじゃないかなみたいな、まあ、そんな感じがね非常にしましたね。ストーリーはね、いや面白かったですよ。またどの作品とも違うような作品で、まあ、これが受け入れられるか受け入れられないかっていうのはもうすごい雨もうみんな施設の人帰ってってますよこれ俺たちだけだよ取り残されるのストーリー的にはやっぱり1話が始まったっていう感じで、もうここからどう展開していくかっていうのはもう楽しみになりましたね。うん、ただね今回僕は原点回帰っていう感じがすごい感じるのは、監督が田崎監督なんですよ。で田崎監督っていうのはカメラライダー GO で監督もやりましたし、カメラライダーディケードでも監督やって、そのカメラライダーディケードの近辺ではもうほとんど全ての仮面ライダーを毎回パイロットを撮ってる、1話から3話を撮ってる監督なんですよね。だから本当にもう平成仮面ライダーといえば田崎監督っていう、まあ、イメージなんですけど、まあ、その方がやってるっていうのが、まあ、僕的にはすごいエモかったというか、きっと間違いない作品になるんじゃないかなっていう、まあ、感じはしましたね。あ、最近よく聞かれますね、どうなんでしょうね僕が出ても僕が出なくても純粋な気持ちでこうガチャを応援していただければなというふうに思ってますね。僕も一視聴者として、まあ、楽しみたいなというふうに思ってますんで、ガチャドをね、今の仮面ライダーをみんなでやっぱこう応援していくっていうのは、まあ、素晴らしいことなんじゃないかなと思います。正味ねやっぱり、まあ、僕らがその昔の人たちが出るっていうのはいい時もあるし、そっとしておいた時もそっとしておいた方がいい時もあると思うんで、何も考えずにフラットな気持ちで見ましょうよめちゃくちゃイベント行っていろんなイベントで質疑応答で毎回それ聞かれるから、もうそういうことです。はい、雨降ってきたから帰りますか。はい、そうですね。もうこれね、ちょっともう僕らも撤退ですねこれ。ここにはいられないので、はい、帰りますか。撤退します。